車中泊で日本一周。800円、伊豆極楽園2016。こんにちは、宇崎塚です。私は今、静岡県の伊豆極楽園に来ています。伊豆の極楽園とは、死んだらどうなるのか?お手作りのジオラマ人形で再現した場所である。のどかな伊豆の道路をのんびりと走っていると、突然鬼が立っていた。あまりの異様さにびっくりして立ち寄ってみることにしました。よく見ると黄色い鬼が笑顔でピースしています。結構フレンドリーですね。建物は結構大きくて、珍しい、地獄極楽巡り、と書いてあります。館内撮影禁止でカメラとビデオの持ち込みもできません。カメラを首から下げていったら、カメラは車に置いてきてほしいと言われたので、車に置いていきます。チケットは800円で木曜日がお休みですね。玄関は撮影しても平気ですよと言われたので、玄関の写真を撮影しました。閻魔様がお迎えしてくれます。中に入ると、お母さんみたいな人が死んだらこうなります、という説明をしてくれます。まず、山の中に降り立つらしいです。少し歩くと書類審査をする大王がいて名前住所氏名などを登録して死亡届を書くらしいです。閻魔大王が有名ですが、閻魔様の他に6人の大王がいて合わせて7人の大王がいるようです。1人の大王の審査に7日かかって、死んだら7日が7人なので49日かかるから、49日というらしいです。書類の登録が終わったら、三途の川に行くそうです。臨死体験で三途の川が見えた、みたいなのは勘違いのようですよ。書類の登録をしないと三途の川まで行けませんからね。三途の川では鬼にお金を払うと船に乗せてくれます。地獄の沙汰も金次第。お金を持たずに山で遭難して死ぬと船に乗れないから、登山するときはお金を持っておきましょう。閻魔様は裁判ですが、その後違う大王が再審もしてくれます。再審してくれるとは驚きですね。そして進む道が決まって、地獄か極楽かが決まります。どんな地獄があるのかを手作りのジオラマで見せてくれるのが伊豆極楽園なんですね。炎が吹き荒れ、剣の雨が降り、罪人同士が絶えず殺し合う、統括地獄。体に獣王に印をつけられ、刀やノコギリで切られたり、大釜で煮込まれたりする、極上地獄。巨大な鉄の山に押しつぶされたり、自分の子供が苦しむ姿を見せられる、集合地獄。目から炎の出る恐ろしい鬼に、煮えた銅を飲ませられて、病気に侵されて虫に食べられる、共感地獄。舌を何度も引き抜かれて、目を何度も抜かれて、体を薄く削ぎ取られていく、大共感地獄。棒で叩かれて肉団子にされて、串刺しにされて焼かれたり、竜巻に空中ですりつぶされたりする、小熱地獄。鬼に説教されて、罪を燃料に自分の内側から燃えまくる、大小熱地獄。仏や悪魔が気絶するほど臭くて、炎が鋭くて体を切り裂き、鳥や蛇や犬や狐に食べられ続ける。だがしかし本当のところは、言う人も聞く人も恐ろしくなって血を吐いて死ぬから誰にもよくわからない、阿鼻地獄。これらがジオラマで作ってありました。気持ち悪いです。裏の階段を登ると、おちんちんがたくさん飾ってありました。死んでからの極楽と現世の極楽という二つの極楽があると考えてみたそうです。ここにあるのは現世の極楽を集めてみた場所らしいですが、地獄が圧倒的すぎて、いまいちパッとしませんね。